こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今回もですね、製品紹介をしていきたいと思います。今回はですね、販売店ならではの製品紹介をしてみたいと思います。ご覧の通りですね、牧田さんのホレオンコですね、並べてみました。2020年6月、18V バッテリーで動作する型式 CW180DZ を牧田さんが発売しました。 CW180DZ はコンプレッサーを搭載した熱交換器による冷却方式を採用し、外気温30度の屋外環境でもマイナス18度の冷却性能を実現。ヒーターも内蔵しているため、外気温0度でも60度の保温性能を発揮し、現場やレジャー地にも持ち運べるということで大ヒットしました。その年はですね、製品が欠品した状態で、一時はですね、オークションというかそういうサイトで倍の値段がついているということも、事例も発生したほどです。 40V ユーザーの声もあり、翌年の2021年6月に 18V そして 40V 両方のバッテリーを使用できる CW001G を発売しました。正面に見えているこの機種がそうですね、細かい温度設定が可能になったものの、マイナス18度から60度までの保温性能はほぼ同じですね、同性能の機能でした。2022年には車内使用や持ち運びがさらに便利になった内容量7リットルサイズの CW003G と、大規模現場や複数人のアウトドア等にも対応できる内容量50リットルサイズの CW002G と、サイズのバリエーションを増やし、今年2023年ついに念願の2部屋モード切り替え可能で、内容量が29リットルサイズの CW004G が発売されることになりました。ちょっと経緯の方説明させてもらいましたけども、現在 18V、40V 両方のバッテリーを使用できる機種が4機種発売された状態になっております。当チャンネルでもそれぞれの機種を発売されたタイミングで紹介してきましたけども、どの製品をですね、購入すればいいか迷うところであります。コメントも多数いただいておりますので、今回はですね、この4機種性能と、私ちょっとメーカーさんに問い合わせをしてみて、どの製品がですね、売れているのかというのを調べてきましたので、そちらの方をこの動画でですね、紹介していきたいと思います。まずはですね、基本的な共通性能を押さえて、迷いどころのですね、大きさや重量、使用時間、金額ですね、それぞれ購入に際する重要なポイントだと思います。まずは基本的な共通性能を押さえて、迷いどころであります大きさ、重量、使用時間や金額を比較していきたいと思います。型式と内容量を整理していきたいと思います。まず正面に見えているのがですね、 CW001G、 これが一番初めに出たモデルで、容量が20リットルというふうになってます。 CW003G、 こちらの方が7リットル、まあ順番にいきますね。それから CW002G、 一番大きい50リットルサイズ、そして CW004G、 一番最新機種の29リットルの容量というふうになっています。温度設定でありますけども、マイナス18度から60度までの14段階設定というふうになっています。細かくですね、5段階刻みになって、そして、保温になると30度から60度までの7段階刻みというふうになっています。最新のですね、機種 004G のみだけ保冷の方が15度、20度、保温の方が25度と、この3温度の設定が、細かくできるようになっています。14段階、14段階、14段階、そして17段階の温度設定と、今回ですね、ちょっとこう15度20度それから25度の設定が 004G でできるようになってますけども、これどういうタイミングでというか、どういうものを入れるときにこの温度設定が必要なのかなということで、ちょっと私調べてみました。するとですね、まあ皆さんご存知かどうかわからないですけど、だいたいですね、マイナス15度から20度が最適な食べ物、これちょっと調べてみるとですね、チーズとかですね、チョコレートとかパン、それから一部のワインもですね、適切な風味で食品を召し上がれるということで、なるほどなと、食べ物がですね、いい具合に冷やせるということですね。それから25度ですけども、こちらの方は果物関係、それからですね、意外なところで調味料、トマト、リンゴ、バナナ、ナッツ、それから調味料ですね、ここら辺が最適な風味で保存できる温度設定というふうになっています。それから55度から60度、
これが自動販売機のですね、まあ、ホットを出す時の温度がだいたいそれぐらいの温度だと言われています。供給電源の方ですけども、マキタのバッテリーですね、 18V、 それから 40V のバッテリー、そして家庭用の電源 100V ですね、シガーソケットですね、こちらの方から電源の方が供給できます。よくある質問でですね、乗用車 12V だけどトラック 24V 使えるのって、よく質問ありますけども、こちらの方も使います。 12V から 24V までのシガーソケットが対応というふうになっておりますので、まあ、トラックもですね OK ということになってます。防水保護等級4ということで、あらゆる方向からのですね水の飛散を保護してくれるということで、まあ、急な雨でもですね、まあ、レジャーとか現場に行った時に、それから2台トラックの後ろに乗せている時にですね、まあ、雨が降っても大丈夫ですよというふうになっています。まあ、便利な機能といたしまして、 USB 電源端子があって、USB の機器を充電できると、まあ、キャンプ先でスマホを充電したりですね、災害時にも役に立つんじゃないかなというふうに思ってます。マキタさんのホレオンコのですね代名詞とも言われる栓抜き、こちらの方もですね4機種すべて装着されておりますので、瓶をですねスパッとこう抜いて現場で、それからレジャーでですね楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。基本性能はこんな感じですね。で、内容量とですね、まあ、実際ちょっと飲み物を持ってきてますんでね、どれぐらいの重さで持てるのかとか大きさをですね皆さんちょっとご紹介してみたいと思います。はい、それではですねまず4機種のそれぞれのですね大きさと重量、そして内容量をですね紹介していきたいと思います。まず一番大きい CW002G、 内容量が50リットルというものですね。まあ、かなり大きいです。サイズはですねこちらの方になっております。重量がですね 24.4kg ということでかなり重くなってますね。カタログ表記ではですねバッテリーを含む重量となっておりますので、バッテリーの重量差し引いた本体の重量を紹介させていただいてますけども、約 24.4kg という重量になってます。まあ、内容量がですね、まあ、一番大きいサイズということで、ペットボトルがですね2リットル15本 500ml で50本入るということで、かなりの大容量というふうになっています。実際ですねこれ全部内容量入れたらどんな感じになるのか、どれぐらいの重さになるのかですねちょっと紹介してみたいと思います。まあ、内容量はですねこんな感じで十分な大きさだとは思います。こういう感じなんです。もうちょっと縦置きにした場合ですね、ちょっとこう15本というよりも2、3、4、12本ぐらいですね。まあ、横置きにして15本入りますけども、こんな感じですね。まあ、残り、まあ、500がちょっと入るかなというふうな感じになります。蓋もですねちょっと大きくなってますんで、まあ、ダンパーがついてですね、危なくないようになってます。でこんな感じでクッとこう閉めますね。ちょっと実際ですね、うお、これこの状態でも結構重いですよ。内容量がもう30キロなんで、もう多分全部で60キロ弱ぐらいになってるんでしょうね。もう2人がかりじゃないと持てないです。まあ、どちらかというと、まあ、現場に、まあ、内容量入れて持ち運ぶというよりもどうなんですかね、まあ、別々に持って行って、まあ、現場とか、まあ、キャンプの中で大勢が楽しむために、まあ、ちょっと冷蔵庫感覚で据え置きっていう感じじゃないですかね。移動もできますよっていうぐらいの大きさだというふうに思ってます。じゃあ次にですね29リットルいきましょうかね。 CW004G をちょっと紹介してみたいと思います。はい、次にですね 004G でございます。大きさの方はですねこちらの方になってます。重量がですね、約 16.2kg、 こちらの方もですねカタログの数値、バッテリーを含むからですね、バッテリーを引いた状態、本体のみの重量を計算しています。約 16.2kg と
ということで、発売的にはですね一番最新の機種になります。ちょっとスタイリッシュになってますね。こういう、まあ、モールといいますか、そこらあたりがですね黒になって、ハンドルも黒になってますけどね、ちょっとスタイリッシュな感じになってます。これだけですね操作パネルの方が変わってますけども、こちらの方からですねなんと2室モードということで、庫内をですね2つに分割してそれぞれ温度を設定できるというふうになってます。仕切りパネルをですね入れた状態で自動でですね2室モードに変わるというふうになってます。内容量が29リットルということで、2リットルのペットボトルが6本、そして500ミリリットルのペットボトルが30本というふうになってます。じゃあ実際ですね入れてどんな感じになるのか、重さをですねちょっと確かめてみたいというふうに思います。まあ、中にですね今回トレイとかが入ってますんでね、小分けになって中のこう熱の循環も良くなってですね効率は良くなってるんじゃないかなというふうに思ってます。こういうふうにですねトレイがついてますね。まあ、6本ですね。どんな感じなのか、こんな感じになりますね。でちょっと仕切りもちょっと入れておきましょうかね。仕切りを入れた状態で、こんな感じになる。で今回ですねこの 004G からなんと扉が2つが両開きになりました。向こうからもこちらからも取り出せるようになってます。まあ、そういうところがですね、まあ、最新機種にはあります。まあ内容量が入った段階で、約40キロ弱ぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、これぐらいだったら持ち運びが可能かなというふうに思いますね。まあキャスターがついてるんで、まあ、タイヤがついてるんで持ち運びできますけども、まあ、男性だったら大丈夫かな。男性だったらね、まあ、2人いたら十分でしょうね。ちょっと女性は厳しいかもしれませんね。まあ、こんな感じの容量ですね。次にですね一番初めに出ました CW001G、大きさとですね重量を紹介してみたいと思います。はい、次にですね CW001G ですね、内容量が20リットルのサイズになって、います。外寸それから内寸の方はですね、こちらの方になってます。本体重量の方がですね、約 13.5kg ということで、2リットルのペットボトルが4本、そして、500ml のペットボトルが20本、中に入るようになってますね。とこれがですね縦置きができないんですよね。この縦に置いてしまうとちょっとね入らないんで、この横置きというふうになってます。まあ初期型というかですね、一番初めに発売された商品なんでですね、そこら辺がちょっと改良されてないのかなというふうにも思いますけども、2リットルのペットボトルが4本入るというふうになってます。さっきの 004G から比べるとかなりコンパクトですね。この感じ、まあ、重量は軽くなったんですけども、ちょっと 004G 持ってきてもらっていいですか。私この現場に運ぶときにちょっとやっぱり思ったんですけど、この高さ、まあ大きさですね、こちらの方が大きくて重量の方も重いんですけども、まずハンドルですね。ハンドルこんな感じでちょっとロックもできて、ハンドルがちょっと長いですよね。まあ大きさによるハンドルの大きさかもしれませんけども、すごく運びやすい、そういう工夫がされているのかなというふうに思います。それからですね、もう一つ軽いだけじゃダメだなというか、やっぱり形とか、まあ、取っ手の位置でその重量感というのがすごく実感できるなというのが、この高さですね。私こう持つときに、こう一回こうかがむときに、ちょっと私腰が弱いんで、ちょっとなんかこううっ、 ってなるんですけども、これある程度ちょっと高さがあるんでですね、持ちやすいですよ。容量が大きくなったのに、持ち運びやすくなったなっていう、この 004G の感覚がありました。ちょっと 001G をねちょっと否定するわけじゃないんですけども、やっぱなんかこうどんどん進化していってるなという感じはします。容量的にはですね2リットルが4本入るということで、まあ、こんな感じでね、運べます。これ両手で持ってもまあ、十分、まあ、軽いですよね。まあ男性だったらちょっと持って、いけるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ最後にですね一番コンパクトな CW003G、 こちらのをちょっと紹介してみたいと思います。
はい、最後にですね、CW003G ということで内容量が7リットルのものになります。助手席とかですね、車のサイドシートにも置けるサイズということで、すごく移動が楽になったサイズというふうになってます。まあ、7リットルということでですね、まあ、サイズの方がこちらの方になってます。本体重量が 8.1kg ということで、500ml が6本の飲料がですね6本入るというふうになっています。本当コンパクトなサイズですね。こんな感じで重量的にはですね、もう本当軽いんで片手で持てるような感じになります。このモデルだけですね、タイヤがついていません。もう本当に持ち運びという風な感覚なんじゃないかなというふうに思います。まあ、今このペットボトルちょっと入れさせてもらいましたけども、アイスね、金時こんな感じで入りますね。まあ2つ3つぐらいは入るかな、アイスもですね、入るかなという感じになっています。重量的には軽いし、大きさ的にもですね、まあ、コンパクトなんで釣りとかですねレジャーとか現場でも十分なサイズなんじゃないかなというふうに、思っています。いろんな方に聞くとですね、入れるものを心配しなくていいのはやはり大きいサイズかなというふうに聞きます。レジャー先で例えばお肉を買ったりとか、いろんな製品買ったり果物を買ったりとかした時には大きさを気にしなくていいというのはですね、まあ、001G 以上なんじゃないかなというふうに思ってます。飲み物とかですね、単品アイスだけを持って運ぶとかいう時にはですね、まあ、この 003G でもいいかなというふうに思ってます。それからですね、重量の関係上 002G 50リットル以外は全てショルダーベルトがついていますので肩掛けでですね持っていきます。ただ29リットル内容の 004G ですね、重量40キロぐらいありますんでね、ちょっとショルダーベルトでは難しいかな。軽い、食品関係なら大丈夫でしょうけども、なかなか難しいのかなというふうに、思っています。じゃあ次にですね、じゃあそれぞれの大きさは大体分かったけども、使える時間ですね、駆動時間、バッテリーでどれぐらい動くのかというのを紹介していきたいと思います。はい、それではですね、最後にですねバッテリーでの駆動時間ということで 18V それから 40V ですね、両方使えますんで、18V 使用時は、こちらの方に、なってます。それぞれですね、外気温が30度、外気温が0度の時ですね、こちらの方に時間が記載されてますので、参考してください。それから 40V の使用時の時がこちらの風になってます。外気温が30度、それから外気温が0度の時の使用ですね、その時の駆動時間の方がご覧の通りになっております。乾燥で言いますとですね、5度、外気温が30度の時に5度設定でだいたい 002G、004G、001G が、まあ、15、6時間ぐらい、それから 40V 使用でも12時間から15時間使用できますので十分な保冷性能かなというふうに思っています。5度というのはですね、まあ、冒頭にも紹介しました通り、まあ、冷蔵庫の温度がだいたい2度から5度ぐらいらしいです。それから自動販売機のですねコールド、冷たい飲み物がだいたい5度前後らしいので、十分な時間と温度設定が持続可能なんじゃないかなというふうに思ってます。ホットの方もですねだいたい4時間から5時間ですね、バッテリーが2本させます。こちらだけですね003G だけバッテリー1本しかさせませんけども、2本させた状態で駆動できるというふうになってます。保温の方がですね60度設定では若干稼働時間、駆動時間が少ないですけども、まあ、やっぱりメインではですね冷たい飲み物を持っていくことが多いんじゃないかなというふうに思ってますんでね、十分な駆動時間じゃないかなというふうに思ってます。アイスに関してはですね駆動時間半分ぐらいになりますけども、早めにね食べたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。時間的には駆動時間はこんな感じですね。それからやっぱり 004G がですね効率が良くなったなというふうに感じます。001G の方が容量、まあ、若干少ないんですけども駆動時間の方が上がってますんでね、断熱性能なのかどうか分かりませんけども、かなり優秀な機種になってるんじゃないかなというふうに思います。参考にしていただければありがたいです。
はい、というわけで、機能面の方ですね、紹介させていただきました。またわからない点があったらですね、コメントいただければ随時お答えさせていただきたいと思います。そしてですね、まあ、なんといっても最終購入時に問題になるのはやはり価格なんじゃないかなというふうに思ってます。それぞれ大きいサイズからですね、価格の方を紹介してみたいと思いますけども、 002G が125,800円、そして 004G が新しい商品ですね、機種ですけども97,500円、そして78,700円、そして76,800円というふうになっています。これ本体のみの価格で税別でございます。高いなという感じには思いますけども、まあ、問題はですね、まあ、ここからなんですよね。バッテリーをお持ちの方はですね、この本体のみの購入で OK ですけども、バッテリーを持っていない方はですね、バッテリーと充電器が必要になってきます。パワーソースキットというものがですね、牧田さんの方を設定されておりまして、バッテリーとですね、充電器のセットですね、こちらの方もですね、 18V6A のバッテリーが2個と充電器セットで78,900円、そして 40V の 2.5A で67,500円、それから 40V の 4A2 つバッテリーと充電器で76,200円、そして 40V の 5A のバッテリーが2個ですね、それと充電器で97,200円ということで、まあ、セットで買うとですね、かなりの価格になるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひですね、まあ、ちょっとこの動画を参考にしていただいて、これだという製品ですね、狙い撃ちをして購入してみてはどうかなというふうに思ってます。まあ、個人的にはですね、やっぱり最新機種2室モードがついてますし、この扉が採用された004G が個人的には欲しいかなというふうには思います。で、最後にですね、まあ、うちの店舗の、まあ、販売状況と、それから、メーカーさんに問い合わせました。これ、営業所単位になりますけども、これ若干地域性もあると思うんですけどね、大体どれぐらいの割合で売れてるのかというふうに、まあ、ちょっと疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、大体ですね、 004G がこれ台数というよりもちょっとパーセンテージで言わせていただきます。大体 50% ぐらいですね、まあ、4月以降の販売ですよ、50% ぐらいですね。そして、001G こちらの方が大体 20% ぐらい、そして003G が 20% ぐらい、そして、最後に大きいサイズというふうになります。まあ、大きいサイズ動画の中でも紹介させていただきましたけども、かなり重量大きい、重くなってますんでね、使い勝手としてはどうかな、まあ、大規模な現場であったり、まあ、本当大人数でのね、レジャーには向いてるかもしれませんけども、まあ、通常使う分にはですね、やはりこう選定の枠から外れるんじゃないかなというふうには思っています。ということでですね、今回はですね、保冷温庫牧田さんの4機種ご紹介させていただきました。この動画でですね、この4機種どれを買おうかな迷っている方はですね、参考にしていただければなというふうに思っています。次回はですね、ちょっと廃校機さんの保冷温庫ですね、3サイズもう1サイズ出るんですけども、とりあえず3サイズをですね、皆さんに比較紹介していきたいというふうに思ってますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。